皆さんこんにちは。吉川市長の中原茂人です。新型コロナウイルスの影響で市のさまざまな授業やイベントが中止になり、なかなか皆さんに会うことができなく、とても寂しく思っています。皆さんはお元気ですか？吉川市では新型コロナ対策として、まず第一番に市民の皆さんの命を守る、これを大切に学校の授業であったり公共施設の利用を考えてきました。またマスクの配布などを行ってきました。そして第二段階として、市民の皆さんの生活を支えること、そして市内経済の後押しをすること、これを今大切に考え、6月議会では約 2.8 億円の補正予算を組んでいるところです。5月25日には緊急事態宣言が解除され、そして昨日6月1日からは市内の学校がスタートしました。新しく開校した吉川中学校も無事に入学式を済むことができました。しかしまだまだ予断を許しません。私たちもしっかりこの対策を進めていきますので、市民の皆さんも3つの密を避け、そして手洗いうがいをしっかりと行い、体調管理に努めてもらえればと思います。市民の皆さんと力を合わせて新しい生活を構築し、そして価値ある未来を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。